ありがとうございました。それでは講評を伊沢木原牧師にお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。よかったと思いますが、いつももっと歌の中に入って歌ってると思うんですけど、なんかちょっと歌の中に入りきってなかったような気がします。だから最後の一番最後のフレーズでなんかやっといつものホーリー・スピリットのその、すごく良いものが出てきたかなと思って、ちょっとなんか歌の中に入りきれてなかったんじゃないのかなと思うので、いろんなことがあると思うんですけど、歌の中にもう少しこう入って歌ったらよかった。